われるマンデー、ないものねだりのワンデー、受話器越しのルーズベイビーも。はい、始まりました、なおしつぼっちゅい第43回放送、 MC を務めますなおです。よろしくお願いいたします。はい、もう9月ということで、皆様暑い夏も終わってませんね。本当にもう昨日おとといバリ暑くなかった？もう意味わからんぐらい、昨日おとといと今日も暑くて、私さ見て、秋服を今日着てきたんですよ。でもね、もうサイドばっかり開いてます。もう暑すぎて暑すぎて暑すぎて開けてきた全部。はい、そんなね、もう全部もうバイってやってきた。まあそんな感じでね、暑い中皆様遊びに来てくれてありがとうございます。 MC を務めます、この番組はアイドル、シンガー、タレント、モデル、芸人、素人など人に何かしら影響を与えたい、そんな熱い思いを持ったパフォーマンスの皆様といろんな企画に挑戦といった内容でお届けしたいと思います。いつも通り声は低いんですけども、いつもよりもちょっとこいつ声が変だなと思った方も何人かいると思います。8月の先月か6日に私、初のサーキットイベントをやらせてもらったんですけど、その1週間後ぐらいにも同じような症状が出て、でなんか風邪かなと思ったの。その時にめっちゃ、ね、みんな風邪が流行ってたから、なんかもしかしたら私風邪かもしれないと思って病院に行ったら、その時は上咽頭炎と言われて、まあ、でも原因は正味わからないと。でそれがまた一昨日ぐらいから同じ症状になって、で今日アレルギー検査に行ったんですよ。やけん2週間後とかにアレルギー検査の内容がね、送られてくるんで、もし猫アレルギーだったら誰かお餅を引き取ってください。よろしくお願いします。いやいやいや、でも本当なんか風邪薬が本当に今品切れ中というか、輸入されないみたいなので、まあ本当に気合で風邪にならないように皆様頑張ってください。はい、そんな感じで、はあ、疲れちゃったもん。喋るのが大変なの、本当にワイルドだね。あ、前髪そうシルバーなの可愛いでしょ。なかなかこう、そう配信見えてるかな、配信から見えてるのかな、 YouTube だとあんま分かんないかもしれない。まあ黒髪に抗いたくてここをシルバーにした、やっぱギャル要素はね残しつつって感じでございます。ありがとう。ぜひね、今ポコちゃん見てる方も YouTube 見てる方も、まだ会場ちょ少しだけ席ございますので遊びに来てくれたら嬉しいです。でもし来れない方は千住アットマークドット CWAVE、 あ、千住アットマーク CWAVE ドット JP、 千住ちょっとどうして頭で消えてる、よし、千住アットマーク CWAVE ドット JP まで、メッセージ送ってください。よろしくお願いいたします。ほんで今日のねゲスト様がね、もうめちゃくちゃおしゃべりがうまいって言うと絶対緊張されると思うんで、もうしゃべる口数が多い人なのでさっさと出してやってやろうかなと思います。本日のゲスト、アラフォーアイドルユニット輝けゆみちぃさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめん、輝けアラフォーアイドルユニット全員中で順番がおかしい。あ、そう、どこだ、うん、アラフォーアイドル輝けプロジェクト、うん、ちょっと、なんだ、ちょっと、何何、絶対プレゼントじゃん、そのクイーンコンテスト、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。どうも、本当にありがとうございます、はい。初めてもらったかも、番組中にプレゼント。あ、失礼いたします。え、しかも忌まわしのソロクイーンコンテストじゃ、なんですか忌まわし、え、触れていいんですか。あ、いいですね。あ、ちょっと一番気まずいかなと思って、はい、ありがとうございます。なんかね、最近ほら頭痛がひどいって言うからこれ、はい、え、開けていいですか、開けていいですか。あ、全然自己紹介前にいいんですか。ごめんなさい、すいません、すいませんね。あ、じゃあちょ、後でゆっくり自己紹介しましょう。待って、こう、開けきらん。こう細かい作業できないんです私、だいたいハサミでガーいくから。開けねん基本。え、むずいっすよねこれ。あ、簡単簡単。そうそうそう、全然簡単。さすが。いいいいです。あ、こっから開け。あ、そうね、こっからね、こっからサプライズ。デレッデレ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 ティロロロシュデレン。なにこれ、ヘッドスクラブ、リラックスイング、スクラブ入り頭皮洗浄料、ありがとうございます。なんかさ、これ闇というか、のディスってるわけじゃないんですよ。私ね、なんかアイドルちゃんにめっちゃ頭皮の洗浄料もらうんですよ。え、そんなに頭臭い？いや、じゃあそうじゃない。マジで、なんかね、瀬戸マリアも小原リオも頭皮洗浄剤のスクラブくれたんですよ。しかもみんなサボン。いや、私そんなに頭臭いのかなと思って。なんか、いやいや、すごい。いや、そうそう、嬉しいです。ちょっと私も頭痛ちょっとあったりするから、はいはいはい、したらやっぱ頭をこう揉むと、あ、すごい楽になることが多くて。ラベンダーじゃん。
そう、あので、はい、リラックス効果のあるラベンダー、自律神経とストレスに効くのラベンダー、はい、そうですそうですそこまでうちら知ってますもんね、はい、いろいろありますからね、本当に、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、イエーイ、嬉しい、すごい、髪型珍しい細野じゃんありがとうございます、ちょっと一回じゃちょっと失礼しますね、はい、じゃあちょっと自己紹介の方サクッとお願いいたします、あ、いいですか、はい、んん、アラフォーアイドル輝けプロジェクトから参りましたアラフォーアイドルユミシと申します、イエーイ、よろしくお願いいたします、お願いします、早速、御年45歳でございます、でも私あれかもしれない、女性アイドルさんで年齢言ってらっしゃる方で一番最年長かもしれない、おっとマジか、やっぱ皆様 ある程度アイドルだから人によっての価値観ですけど、まあね、価値観ですけど、私は隠さない人間なんで、私も来年30か30になるから、そうっけ年齢言ってるから、あの年代の話しやすくてありがたい、はい、やりやすい、はい、やりやすい、よかったです、よかったです、よかったです、45見えないですね、違う、え、マジでそれは言われません、え、見えてたら私多分ダトっすねとか言いますもん、言うよね、言うなんすよ、言うと思う、言うよね、なんか言うと思う、そうなんすよ、うん、昔老け顔でした、ちなみに、そう、昔老け顔あ、これ私希望の光が見えてきた、そうなんですよ、あのだからあのどんどん若くなってって、マジですか、え、今パッと見たら何歳見えます、私、あ、じゃあもう多分、いやもう知っちゃってるから、まあね、まあむずいと思うんですけど、この顔だけでこう、うん、歩いたらもう、23周年ありがとうございます待ってました、言わされてる、若干言わされてる、スウェット着てるやつ大体若く見えますね、若く見えんの、見えんの、これで黒ジャケット着たら多分普通に30なんですよねいやでもね、着るものとかね、そうそう、髪型とか結構ちょっと意外と声ちっちゃいですね、あ、どうしたでもマイク拾えてるかなって思ったんですよ、すいません、はい、あの何今日は結構ね、はい、素のままの、 あの自分でお話しさせてもらおうと思ったから今日私服で今日来たんですよ、言いたいことがあると、何、いや、そんなことないんやけども、次に何か言いたいことがあると、すごいラフな感じで来てくださいって言ってくれたから、まんまっす、そう、あの多分皆さんね、ソロクイーンであの喋ってる私のイメージすごくお持ちだと思うんですけど、あれは本当にあのユミチーでやっておりまして、え、ちょっと待ってください意味わかんない、いや、あのね、私本当に失礼ながら、私だから、まあ、さっきも言ったんですけど、アイドルソロクイーンコンテストって私コンテストの人のやつ見ないんですよ、パフォーマンス緊張するから、誰一人見たことなくて、でやっとき今回ね優勝したから、去年優勝した佐野るかちゃんのパフォーマンスは自分が優勝した次の日に見ました、そんぐらい見たことなかったんですよ、1年越しに、あと山本カレンちゃんのやつも今年初めて見ました、何年前、あれが2年前なのかな、森かのんちゃんだけはやっぱ優勝したし、なんか何回か共演してたから見たんですけど、基本的に見ないから、そのユミチーさんのステージ上のパフォーマンスと MC を見たことないんですよ、めっちゃおもろいですよねっていうテンションで喋ってます、めっちゃおもろいよねっていう感じのやつで、全然思ってないですよ、ほんまは言っちゃったけど、でも分かる分かる分かる、私もさちょっと通じるとこあるでしょ、うちら本当は陰キャじゃないですかね、え？ディスコ暴れ倒してた人じゃん、もうてんてけてんてんやってた人じゃん、あのてんてけてんてんはさすがにもっと上か、もっと上なの、そうか、うちのおかんとかよりか、45歳、御年、御年45歳だから御年45歳やったら高校の時って何しました、何が入ってました、あ、高校の時は、もう TK ですよ、 TK？ PK、PK、小室テスト、哲也小室もうなんか TRF とか Easy to Dance とかで、安室ちゃんもそのぐらいから出てきて、安室ちゃんはその時0歳じゃないですか、同い年、同い年、あ、そうなの、同い年、そうなんだ、へえ、そっか、じゃあ18の時やったら安室ちゃんがちょうどあれか、売れてる時か、そういうことか、ダーってきた、じゃあもう小室さん以外はほぼ聞いてなかったか、そんな感じでもぽい、確かになんか曲の選曲聞くと、とかスタイル見ると安室ちゃん好きなんだろうなって、衣装の選択の仕方が安室だったからだ、まあそれ言っちゃうと、だからニーハイハイいてるんやってなるから、あんまり、わかります、あんまり言ってる、別にそう、まああるけど、いや自分だからさ、自分は自分で見てもらいたいですもんね、そうなん、その人追っかけてる自分と思われたくないじゃないですか、私もだけ倖田來未さん好きって言わないんですよ、あ、ちょっと似てるって言われたら、その声も低いし身長も全く一緒なんですよ、なんか喋り方とかも似てるから、身長何センチ154っす、あ、いや、さっきちっちゃいなと思って見てもっと
ッキーイメージがあったからごめんごめん。もう私ね、許容はめちゃくちゃ広い方なんですよ。別に年齢とかも全部隠してないし、何も隠してないし、ディスられるのもすっごいいいんですけど、身長だけはもう触れちゃいけないです。そうか。NG 項目です。身長言ってくれると NG のお願いしますって言ってるんで、ほんとに。いやでもそれだけやっぱステージ大きく見えてるってこと。態度です。態度です。態度が暴虐無人なだけです、私は本当に。いやいやいや、そうっけ、なんかその辺をね、歩いてその辺を歩くな。なんだそれ、猫みたいに。こういうとこや、こういうとこが関西人だから、最高です、ね、おばさんだからね。いや、最高です、私大好きです。その辺歩いてるとこを見てちっちゃいよ。え、身長いくつですか、ちなみに。156センチです。いや、もう変わらないか。え、ちっちゃい、意外とちっちゃいですね、逆に、はい、手長くないですか、めっちゃ。めっちゃ手長い。え、長いですよね。だから、写真さっき見てて手長かった。めっちゃ長くて。なんで。わかんない。ちっちゃい時ずっとこうやってたの。あの、運転が好きで。運転すごい好き。すごい好きなんだ。で、怒って、あの、骨折したことある。痛い痛い痛い、アホか。若干頭、あの、おつむ弱い声。おつむ。え、でも運動神経めっちゃいいイメージです。運動神経だけいい。だけいい。あ、そうなんだ。お料理とかできるんじゃない。うん、あんまりできない。意外。え、45なら料理ぐらいできる。できる。できる。できるよ。できるか。できる。やれる、うん、え、男の料理。男の料理、もうあぶっこんでこう、あ、もう炒める。全部大体鍋みたいな、ね、大体、はい、2個目は全部一緒みたいな。ソースかけとけば美味しいやろ。いや、結果そうなんですよ。味の素と、もう塩かけとけ、大体うまいんですよ。大体そう。大事、大事。調味料なんて私、クックドゥめっちゃ使いますもん。あ、わっか。だるすぎて、もういいやと思って。麻婆、あ、もういい、そうだ。クックドゥはね、美味しい。クックドゥって最強ですよね。最強。クックドゥはマジ最強。材料がゴミでも、もう大体美味しいよ、本当に。あの、そうそう。ちょっともう痛みそうな野菜があったら、必ずクックドゥを買ってきて。ごまかすよね。ごまかす、うん、つけときゃどうにかなるみたいな感じで。これ何の話でしたっけ。違うの。違うの。料理、意外な話。通ずるものが私はたくさんあると思ってるんですよ。性格的なもんですし、いや、いいか分からんすよ。いや、それ褒めてるかも分からんすよ、今。いいですよ。それっけ、なんか去年のソロクイーンで共演してもらった、共演させてもらったんですもんね。そうです。共演させてもらって、その時に、え、どっちから声かけましたっけ。お互い忘れたな、ちょっと。でもなんかすごい目キラキラさせて声かけてくれたイメージはある。いや、私だと思いますよ。そうっすね。うん、ね、ここ 2,3 年のソロクイガチすぎて誰とも喋ってないんだよ。もうガチすぎて。多分何も分かってへんから。この人なんなんやと思ったから、って多分ね、言ったんです。多分そうなの。なんや、この人は、ごめんね。いや、ありがたい。いい意味で、いい意味で、やっぱちょっと、他の、まあ、唯一無二なとこあるんで、ちょっとこっち寄るかなっていう。ごめんごめん。いけんちゃうかと、こいついけんちゃうかと。あ、わかりました。思った。わかります、うん、私もこの方はお年上やろうけど絶対突っ込んでも怒らない人だと思う。思い出した。なんだい。トイレで喋りかけた。へー。あのね、肌がすごい、あの、ツヤツヤしてて。いや、汗じゃないですか。で、やけども、多分そんな若くないよ。おい。まあ、8歳に比べたらな、大きすぎやな。8歳よりはちょっと大きいかなみたいな。だから、あのコンテストはまさか私10代、いや、10代は分かった、取れた。10代はピアスもびっくり。いや、10代よりも下がいるって思わなかったから。最近なんすよ、あれ。ほんとやめてほしいとか言うから。あの、部門別にいてほしい。年齢部門別。ちょっとね、そうなったらまた次も出るから。言っちゃったけど。あ、でも来年優勝じゃないですか。うわ。え、だって私来年出ますよ。出てくださいよ。出ない。私のさ、楽屋で喋る相手になってよ、来年。マジで、マジで。いや、はい、いや、みんなね、あの、はい、全然もうね、やっぱヒーローだから。ヒーロー。みんな喋りかけに行ってるんですよ。ほんとうるせえさ、あいつらの。こっちは集中したのに、ずっとなになになに、うるせえ、熱い人とかいないな。もうね、ほんと、もうなんかね、ほんとに今年も11歳ぐらいの子が多分準決勝か準々決勝で一緒で、でなんかそれも九州の子だったんですよ。でなんか私がこう、次出番かと思って準決勝が緊張するなとか思ってたら、横からさ、なんか、ねえ、どうやって声って出してるのみたいな。あ、後で教えるからお前ちょっと待ってろって。あんな、今な、出番前だったら、ごめんなさいって、なんかごめんみたいな。すごーいって言ってた。
ガチの29ともう何だろう、何も考えない11歳かわいい、本当に可愛い。あのその豚裏はそんな感じなんですよ。すごいありがたいことにめっちゃ声かけられますよね。もうだって歩けばなおさんみたいな、うんうん、もうずっと外こうねこう遠くから見てればみんながもう声かけていくから、だからこれ何年出てんだろうと思いますよ。いやめっちゃ嬉しいし、これ自分で言うとちょっと恥ずかしいからあんまりみんなには言ってなかったんですけど、本当に本当に声かけられる、死ぬほどね、うんうん、けどやっぱガチだし、いやちょあの今日 大会お前ら 敵だからお前ら集中しろって言いながらもみんな それ答えたらみんなうえーってくの。なんかね、私子供嫌いなんですよ。でもめっちゃ好かれるんですよね最近。いや分かるよ、むすいとか言いながらあーってくるんですよ、うん、みんな喋りたいもんだっていい、なんも出ん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 、そうなんですよ、うん、なんかトイレで話したのか、そうで、その後にあれだ、あのつやつやとか分かる、そんなに使ってんのって聞いた、確か聞かれたっけ。それからあのなんだっけ、カバーマークこれかな、いや違う、あのね赤い蓋のね同じの買ったから名前忘れたけど赤い蓋、あのねこあのリキッドでもなくパウダーでもなく、うん、最近よく流行ってる、なんていうんだっけ、私もそれ出てこなかった、なんだっけ、クッションファンデ、クッションファンデ、はい、クッションファンデ、ファンデの赤いやつ、ヒヒフフなんか F がついてたF? やばえ、カバーマー、私ここ最近ずっとこれですよ、なんかだから1年前の話、いやマジで1年前ぐらいからずっとこれです、ほんと、いやその時はね、じゃあ嘘教えたかもしれない、嘘の嘘教えたかもしれない、いやマジカバーマーク最強っすよ、もうシミシは全部おらんくなる、マジで全部おらんくなる、マジでちょっとあの汚い使い方してるんでちょっとすいませんね、あこれもでもそういう系のあ、そうそうリキッドファンデ、うん、そうリキッドファンデ、アクションクッションリキッドファンデ、こちらを買わせていただきます、はい、ご購入いただきます、あの今日分かりました、はい、ありがとうございます、はい、よかった、気づけて、いやいやいや、そうでその後にライブで共演したんですよね、ソロ大好き祭りっていう、そうそう私がよく出てるイベントで、そうで近未来会館、渋谷の近未来会館入ったらユミティさんがはぁーみたいな、そうで私がお疲れ様ですみたいな、対バン初っすよねみたいな風になんかこんなになっちゃって、そうまさか同じステージに立てるとは思いませんでしたみたいな、ゲーうるうるしてて私なんかえ普通にええええみたいな、いや感動、いやね、いや嬉しいですよ本当に、いや本当そうソロ活動やっぱしてはしてまだ1ヶ月目ぐらい、あそうだ、もともと去年のソロクイーンからって言ってましたもんね、ソロ活動し始めたのが、ね、そうで まさか自分がこんなとこにいると思えないとか、おなんかそんなまだねなんかあの気分だったから、確かにそうかも、最初私もそうだったなと思いつつ、やっぱ、うん、もう今ソロ大好き祭りをほとんど3、4年ぐらい連続でずっと出てるから、うん、何も思ってなかったっす、あ、今日もライブか出る何分か前に現れて15分前とかさ、ね、うわーマジふざけてるなと思う、喋りかけてるけどなんかすいませんみたいになってて、大体私入りの時こうソロ大好き祭りは大体さ、大体はほんと1時間前に来るんですよ、でもソロ大好き祭りはマジで出すぎて、おはようございます、おはようございます、よろしくお願いします、あ、セトリかけます、出ます、行ってきますみたいな感じなんですよ、ほんとに早いですよだからもうそう考えられへんくてみんなね、ちゃんと発声練習してブルルルとか言ってさみたいな、やってるもう愛のかなんていつも曲自分のやつ歌ってんだからさ、偉いあの子は偉い、本当にそりゃ歌詞間違えんよ、死ぬほど歌詞間違えるんだもうあのね、早く準備したいんだけどもう寝たいのよ、もうちょっとしんどいなっていう、あ、寝てんのいつも、あ、そうです、寝てます、ライブ前は大体、あ、分かんない、日によるけど、その時間帯によっては寝てってさ、寝てって何時間後に歌う、1時間後やったら歌えますね、全然さすがに30分切るとしんどいですね、でも1時間寝起き1時間で声出ます、出ないでしょ、でもゆみちさん午前中出ない時あるか、え、うちらは出ないじゃないですかなんだっけやつね、誰かアイドルちゃん普通にあの起きてすぐ歌える子いました、嘘、それこそうちのワンマン出てたあの M バンビっているんですけど、バンビはもうあの寝てて起きておはようからも出る声、マジですごくねお前みたいな、それどういう作りになるのか
うちらマジであの疲れすぎです、喉疲れ声帯枯れてる。そういうことか。だって朝の電話出たら誰って言われません、はいね。あの今日会社で大丈夫って言われたから、何がですかって言っていやいやいや声出てって言われて、いつも通りですよね。あのいつあちょっとやっぱ月曜日やし出にくいんかなあれお酒飲むんでしたっけ。それあんま飲まへんです。あ、意外と。あ、でもうちも飲めんから一緒ですよ。あ、そう、意外、意外ですよね。マジで酒焼けの声してんのにで、見た目的にめっちゃ飲むと思われるでしょ。もうこうテキーラウェーみたいなやってそうじゃないですか。そうそう全然もうアルコール度数なんて見た瞬間に飲めたんですよ、私は。ま、え、あの、私多分の飲めるというか、そうそう、普段あんまり飲む機会がないから飲んでないっていう感じ。じゃあ飲もうと思ったら多分親は結構飲める人だから。うわ、いいなぁ。まあでも西ですもんね。西の方はやっぱ強くないとダメですよって言われますもん。そうなの。私も西の方やからめっちゃ九州なんで。そうや。でも飲み会行って飲んでる風なのめっちゃうまいですめちゃくちゃ笑顔でジンジャーエールくださいみんなハイボールと間違えるの。色そう、みんなハイボールと間違える。色も近いから、ね、そうっす。全然もうシャンパンとかもジンジャーエールは余裕なんで、全然誰にも飲んでないのはバレたことないですね。持って生まれたね。いや声ちっちゃラジオや言ってんのに声張れよやばい、だんだんほら、はい、ね、普段そうなんやな。落ち着きたくなるんですね。落ち着きたくなるんですもんね。そう、言えんかったもん、びっくりして。落ち着きたくなるかも言えん。そう、ゆっくりね。そう、そうすると声がだんだんこうね、ちっちゃくなる。確かに私スナックあんま行ったことないんですけど、2,3 回行ったことがあって、おばあちゃんなんていうか分からなかったですもん。スナックの大ママみたいな。まだおばあちゃんちゃうし。あ、違う。あ、びっくりした。まあね、でももうこの間甥っ子に子供生まれたからおばあちゃんみたいなもん。甥っ子がいるんすね。甥っ子も33歳。あ、おい、甥っ子が 33? あ、そう、甥っ子。は、甥っ子ってなんだっけ。兄貴の。はい。びっくりした。なんか自分にもしじゃわかんないアイドルだったわ、そういえば。忘れた。あ、なんか私の中で甥っ子がその自分にもしじゃ子供がいたとします。子供が産んだ子かと思ったんですよ。あ、孫か。それ孫、孫。あぶねあぶね。それだと思ったから、マジいくつってなっちゃって。でも、まあ、兄弟の子の、兄弟の息子の子供。兄弟の息子の子供やから、まあ言ったら。兄弟の息子の子供、うん、え、結局孫の。お兄ちゃん。あれじゃない、まあ、だから孫みたいなもん。へぇー。すげぇ。そう。そう、そう、子供って可愛いっすか。いや、かわいい、かわいいな全然かわいいと思うんけんな。私なんか、もともとがめっちゃ末っ子なんですよ。スーパー、え、兄弟、ご兄弟、うち姉ちゃんがいるんですよ。姉ちゃんいて、いとこもほとんど全部上なんですよね。うーん、スーパー末っ子、クソバガマ女で生まれちゃったから、もう下の子の世話したことなくて。でもそれも同じ。あ、マジでそう。だからうちらはあれか、テンション若いんですかね、もしかしたら。あの、何年齢のように。いや、あの、もうやりたいことをやり続けるタイプじゃないかな、なんかずっとそういう風に育ててもらえたから。私は兄が2人いて。あ、そうなんですね。で、うち親も兄弟が、父も母も一番下だったりするから、その親戚の中で結構一番下。あ、なるほどなるほど。じゃあもうみんなあれだ、もうお小遣いめっちゃくれますよね。なんかそんな感じ。お年玉取り放題ですもんね末っ子の宿命やなと思う。まあ、でもせやねんけど、うちはおい、あの兄に子供がいっぱいいて、うん、いっぱい、はい、30人ぐらい。30人はおらんのそれはおらん。まあ、あの、まあ、言うても、まあ、一クラス分ぐらい。まあ、一クラスもおらん。さすがにね。さすがに。アイドルグループぐらい。え、けえ、でも、いや、ちょ、キムが。結構、ちょ、待って、キム。48だった場合、48人いるけど。え、ちょっと例えが悪すぎた。すごい難しかった今の。普通に、ね、6、7、8人ぐらい。めっちゃ多いですね、マジで。はい。それは多いわ。ね、上げ続けて。てるので。あ、プレゼント、はい、あの、お年玉とかね。そうです。だからもう自分がもらったものは全部もう与えてしまいました。え、でも地元関西ですよね。私18、九州が出身なんですけど、18で東京来たんですよ、うん、で自分が18の時にいとこの姉ちゃんたちがうちのそれこそ 4,5 個上やから、そのうちが上京したぐらいで子供を産んでるわけなんですよね。で、全然うちも帰るけど、そのいとこにコロナとかがあって会えないから、お年玉一回もあげたことないですよ。おそう、めっちゃいい思いだけして、それはいい、それはいい、いい思いだけして、うん、めちゃくちゃ貯金してる、ね、ある種のお年玉貯金。貯金うまそう。そうなんですよ、意外と、うん、いや、金大好き。いや、意外ではないかも貯金なんかね、うまそうですよね。なんか、貯金うまそう。 やりくりが
あのうまそう、すごく上手になんかあのいろいろやってる。昨日料理の写真あげたらすごいみたいな、ギャップみたいなんですよ。この見た目って何にもできなそうだ、ありがてえと思って勝手に評価上がると思って。なんか悪役のジャイアンって映画に出るとすごいちょっと優しくするとめっちゃ評価上がるんですよ、うん、それ一緒なんですよ、ほぼ一緒、ありがてえと思って。これす、昔からこういう感じなの？顔面が？あのスタイル？なんか、まあ、持ってる、まあ、雰囲気は自分でそんな変えられない。でもそれ友達とこの間喋ったんですけど、私18で性格一回全部変わってるんですよ。だから16、17ぐらいまではマジでメンヘラ、人見知り、うん、もうなんか友達超少ないみたいな、うん、もう人の目ばっか見てこうなんか気使ってすごい生きてきた人間なんですよ。それこそあのなんか授業中に手当てられるじゃないですか、うん、その時に私あのこうやって手上げれない人だったんですよ、はいはい、今やったらガーンみたいなできるけど、なんでなんかきっかけが18で単身で上京したから人見知りとか言ってたらマジで友達とできないし仕事できないしみたいな。アイドルになったきっかけって何なんですか？きっかけはその時お世話になったプロデューサーの方が、私がもう22、23ぐらいでもうあのだっけバンドが解散したのタイミングで、で18から上京して5年間で一人もファンつかなかったから、あもうこれ才能ねえなと思ってもうやめようかなみたいな思ってた時に、今アイドルグループあのオーディションあるから受けてみればみたいな言われて、アイドルっすかつって、マジでこの顔、アイドルっすかえだるみたいな、ダメ受けますわみたいなテンションで受けたのがきっかけですね。へえ、そこがもう私の中では素晴らしい空間だったんですよ。めっちゃ大変だったんですけど、ファンの今ついてるファンの子とかほとんどじゃないな今日違う、ほとんどじゃなかった、ほとんどじゃないけども、まあ、残ってる子とかは結構ほとんどその時の、アイドルグループで知ってくれた子たちが残ってくれてるから6年7年ぐらいファンになってくれたりとか、そうだから一番最初に入ったグループがめっちゃ良かったですね、環境が。いやなんか私はもうほらこうソロでがスタートだから、あ出会いがですね、そう、はいはいはい、なんかどっちかというとアイドルっていうよりアーティストっぽい、そうっすね、イメージ、そうっすね、あのマジでソロクイーンコンテストで私一人で生きられそうってあれ知った、あじゃあんな曲知らん、あの曲めちゃくちゃいい曲だけど知らんかったもん、ハロプロさんほぼ聞いたことない、それはそっか、うちらだってあれじゃないですか恋愛レボリューションじゃないですか、そう姉ちゃんもインテリジューションでしょ、うわ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 ラブレボリューションしか知らんもん、知らん、そこしか知らん、ごまきのカードめっちゃ集まってましたもん、やっぱそっか、でもやっぱその世代になるの、その世代ですよ、小学生の時はあのミニモニさんとかミニモニじゃんけんじゃんべんきょんって言ってました、やっぱ同じ感じかな、あよかったよかった、一回り以上ちゃうけど同じ感じ、一回りではないですもん、さすがに14、15歳ぐらい、うん、一回り以上ですよ、それって一回りで12だからそか誰か教えてあげて一回り以上だよね、うん、そうですよ、うちがだって1歳の時に何歳になるんですか、え1歳の時に16歳、はい、それぐらいです、はい、全然世代違いますね、全然違います、違うんだけど多分西野かな知ってます、え一応知ってなんかあの結婚式の歌歌ってるよね、なんだっけ取り扱いみたいな、あのメンヘラソングね私今日あの病院行ってたんですよ、自民行こうかね行ってたらさ、あのモットって曲知ってます、西野カナ、ごめんモットって篠原涼子のモットって言うじゃん知ってるでしょ、知らん、知ってるでしょ、今日篠原涼子のモットまた、そらモット、いや違う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 、そのフレーズでわかるか、ほらもっとじゃないですよ、ほらもっとめっちゃドヤ顔されたけど、え怖い今のなんすか、そんな TK かも、え TK だったような気がする、あ小室さんのでしょねえ、えどんなやつですか、もっともっとでれれんでんでれれん、僕覚えてない、まあ、覚えてないんかい、何やねん言うなよほんとマジおもろ、お西野カナさんともモットってあるんですか、そうあるんですよ、それが今日オルゴールで流れて、オルゴールミュージックで流れてて、病院はオルゴールね、そう病院は大体オルゴール、確かに病院でこんなんガンガン流れてたらすごいノリノリってなっちゃうから、確かに確かに、え何の話しましたっけ、何の話しましたっけ何の話だったっけ、まあでもソロで出会って、だから去年1年ぐらいのお付き合いですね私たち、そうですけど共演が言うて対バン3回ぐらいで、そうでも全然たあの出る時間帯が全然違うから、そうなんですよ、なかなかあの全然お話、この間のソロクイーンの
あのステージ相談で喋ったのが結構あの自分らの出番終わった後ですよね、決勝で。そう、そうだ、その時に私がゆみちさんとやっと会話できるわと思って、そのやっと人と会話できるテンション。あ、そうだったかも。そうす、もう歌い終わって、歌い終わったから多分もう気持ちが、あ、もう結果待つだけやみたいな、だったかもしれない。その時に初めて LINE 交換しましたもん。そうそうだった、本当ステージの本当にあの袖で喋ったの。そう、誰が歌いとかもおちょぼいてないけど、だってその大好き祭り私マジで楽屋いないんで、他の時はちゃんと楽屋いるんだけど、そう、あのフライヤーに乗ってんのにいないから、あれ今日お休みですかみたいな、結構あった。まあ時間帯もちょっと違うのもあったけれど、絶対そうなんですよね。お餅とギリギリまで遊んでるんですよ、うちの猫と。はい、行かなきゃねえかみたいな感じで、なおちゃんがいないのにあのファンの方が来てらっしゃったりしてたから、あ、じゃあお見えになるのねとか、そこで判断した。来るね、来るね、私の T シャツあるねみたいな、来るみたいな。そういうこととかあったり。そうです、あと演者が多いじゃないですか、最近演者が多いと楽屋でそうぐちゃぐちゃしちゃうから、だいたい出るようにはしてるんですよね、っていう言い訳。いや、でもな、そうそう、ギリギリ来た時はあのお仕事してから来たって言ったと。あ、そうそう、全然とかもその後に私仕事してたりとかしたんで、ライブ終わった後にすぐ帰ったもん。そうで、ライブ終わって帰った後に速攻で仕事してたから、そのライブの前、んライブの出番終わってご飯食べて物販して仕事行ったんですよ、あっていうルーティンだったから、もう楽屋なんてほぼいないですね。あ、あと楽屋で大体なんかハンバーグ食ったりとか、まあ、ガーン、こういうとこもちょっとね、はい、おばさんや。え、わかる。最近私それ思ったんですよ、本当におばはん化してきた。でも別に私おばさんになることすごい嬉しいんですよね。いや、あのね、うん、悪くないよ。そうだから私別に年齢隠してない、まあ、アイドルが半分っていうのもあるから、うちのファンの子って私がいくつであるか多分どうでもいいんですよね。正味どうでもいいというか、なんかめちゃくちゃ可愛い、なんかなんて言うんだろう、幼子好きなおじさんたちいっぱいいるじゃないですか。あれだろ、それ込み込んだですね。ほんとね、舞台から見ててこうやって煽りに行って目全然合わないやつ、どうせ幼少のね、ロリコンね、はいはい、ロリコンねと思いながら歌ってますもん。この面白さが分からんかと。ちょっと今日そのメンタルもらって帰ります。もう12年活動してたらメンタルバリ強くなります、本当に。すごいわ、ちょっと私はまだちょっとそれ。え、私は見てもらえないのねってなってるから。本当に、いや見ろよと思いません。どう考えても歌うめえだろうと思うし。大事。いやでもステージ上がったら本当そういう気持ちが一番大事。いや、そういう気持ちないと全然、うんうん、自分がいや今日ダメだなって思いながら歌うともうマジブスなんですよ、全部が、うんうん、ってなっちゃうから、うん、絶対的にステージ出る前は達志が一番可愛いと思って出ますもん、やっぱ気合い入れて、そうですね。難しい。でも私ソロクイーンの好きなところが、よ、幼子めっちゃ多いけど、やっぱそのダンスとの歌とか審査がメインの会場やから、はい、結構あの自分の推しがちっちゃい子好きかもしれんけど、ちゃんと聴いてくれる子めっちゃ多いんですよ。うん、だから私は全然ソロクイーンのファンの子たち好きだなっていう。あの、本当本当ありがたい空間。そう、ありがたい空間。美術展だけはみんな素直なんですね。これこの間面白かったんですよ、裏で審査員さん前に置いて、なんでビジュアルで入らへんねん。マジでなっちゃって面白かった。いや、そんな素直に言っちゃうんやって。面白かった。あのもういい、まあでもね、それだけ自信があるからなんですよ。いや、そんなことないです。でも6年越しで一番いい出来やろとずっと言ってました、顔面の。いや、言ってた。私が一番可愛くねとか言って先生の前で小さい人みんな笑ってたもん。それを見てるの、まあ、可愛くなったよなとか言って。面白かった、ほんと。だからああいうのもあの若い子たちが見て、まあ、なおちゃんなんかわーって明るくていいなって多分みんな思うから喋りたい。いやー、でもダメな見本ですよ。いや、ダメじゃない、全然ダメじゃないよ。もうあの爆発的なその存在感と。いや、でもありがたいことに、でもこの間あのなんだっけ、日経ラジオさんのあの商品のやつで、聞いてくれました、ラジオ。聞いてない、ごめんごめんやー。いや、でも普通聞かないですよ。ごめんやー。私も自分が
出てなかったら聞かないですもん、別に。渋谷のあそこはちょっと通りかかった。あ、あれか、MV の方か。 MV な、 MV、 そう、MV も流させてもらって。すごかったね、うん、あんな大画面。あれさすがに結構やっぱテンション上がりましたね。さすがに上がりましたね。日経ラジオさんは、ちょみ4回目とか言うから、イエーイとか言って、そう、おはようみたいな、ヨネちゃんおはようとか言いながら、あの対面のね、アナウンサーの方なんですけど、ヨネさんなんですけど、え、今日も飲んできたのとか言われながら、飲んでない飲んでない酒飲まり全然飲んでない、14時から誰が飲むかとか言いながら喋って、その時のラジオでもう本当になんか、え、なおさんみたいな、面白いことお願いしますねみたいな、まあまあの圧かけられて、だってさ、なんか2位の子が高校1年生か2年生の高田しおりちゃん で、 で3位の子がももはちゃんで中学校2年生とか。そうなの、めちゃくちゃ身長高くて、でもなんかまあ喋ったら中2っすよ。まあね。まあまあまあね。写真撮りたいです。声量なとか言いながら。ああ喋れたーみたいな、めっちゃ可愛いんですよ。めっちゃ可愛い、こんなん美術展勝てるわけないと思って。でもそのラジオでもとりあえずもうとりあえずまあやっぱ学生2人やから。そこ3人。3人やから。そこそこ。それからもうちょっとあの真面目なことを2人答えるわけですよ、うん、頑張ってありがとうございましたみたいな、ファンの皆様のおかげでみたいな。まあその優勝賞金の話になって、もう全部韓国でぶち込んだって話して、もうヨネさん爆笑、もうファンの子もみんな引いてないかなと思って、本当に大丈夫からっていう。その話ね、はい、楽屋でもあって、あ、楽屋でもしました、ね、面白かったね。私と奈央ちゃんいて、あとは他のアイドルさんの、ね、九州の方のアイドルさんやったの気がするけど、はい、ちょっとそういう感じの話になったら、キョトーンってしだしたから、あんた聞かなくていいって言って言うてるもずっと喋り続けるから、え、唇にヒアルロン酸入れてくる、なんかそんな話とか、みたいな、こんなになっちゃって、いや中学生高校生はまた足れんから、ほんとに。でもよかったっすよ、めっちゃ韓国めっちゃいいっす、ね、韓国行こうかな。え、でも多分、うん、たるみじゃないですよ、リジュランってやつがあるんですけど、それこそ注射注射を入れるんですよ、水耕注射ってやつ、この辺ただ針が出るんですよ、めっちゃ。いや、今日のそう来てすぐに思ったの、顔が、ね、そうもうね、つもうね、やっぱそうなんやな、美しさは変えます、皆様、本当に美しさは変えます。そっか、いや、ちょっと違う感じですそっか、変えちゃうんですよ、ちょっと考えようかな、ね、韓国ね、そう、韓国、じゃやっぱ来年は優勝して、優勝賞金を手にしてなあかんってこと。なんか3年前ぐらいからあれさ、クラウドファンディング始まったんですよ。あ、そう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 、うんうんうん、今年多分一番良かったんですよ、賞金、去年がね、どんどん上がっちゃう、優勝賞金8万ぐらいだった、うん、全部で、うん、なんかね、優勝者は確か5万じゃないか、はいはい、1か月5万なんです、はいはい、プラス3万ぐらいだったんですけど、はい、でも今年、うん、7万プラス、マジ、それはすごい、それは優勝倍やった。いや、それはすごい、うん、スタジオ3回入っても全部ペイ。それそしたらも来年まだ2連覇ちょっと行って。2連覇しないです絶対。せえへんの、なんで絶対しないです。いや、あれさ大変じゃん、もう1年に1回しかなくてさ、もうさみんな死に物狂いで泣きながらさ優勝しようと頑張ってんのにさ、もう2連覇なんてしてみ、またいつか、そうか、またあの韓国ババアかって言われてまたいつ賞金でも整形しに行くわみたいな思われちゃうんで、そう、そこに狙うのは3位以内ですね、3位以内、3位か2位狙うとしたら、ね、1位は多分、ね、マジで狙わないですね、ファンの子に多分、私は多分この気持ち多分来年も変わってないから、あの投票全部あの他の子入れていいっすよっていう、多分このね、男気あふれるところが、それで決勝まで残れなかったらめっちゃダサい、準決勝で落ちたんだけどダサーいや、でもちょっとよぎるよね、でもそれも出てたら予選落ちみたいな、まあまあそう、そこまで、あ、でも今年ちょっとよぎりましたね、一瞬、いや、まあ、あのアイドルを予選でやっ、予選だっけな、準々決勝でやったんですけど、2回 CD 飛んだんですよ、うん、これもしかしたら予選落ちかもしれないと、もうぶっ放しながら、音源飛んだねとか言いながらちょっとガチで泣きそうでした、あれ怖かったよね、温度、やばかった、ね、震えた瞬間、でもあの大会は本当に怖いよね、声ちっちゃ和んでる、ちょっと面白いことあったからね、面白いことあった、何が、あ、ちょっと面白いことあったのよ、どれが、大会中に、大会
中なのかって終わってからちゃったよ。あれですよね。計算ミスですよね。まあでも人間がさ、そうね、やってることだから、そこにはマジで怒ってないの全然分かった。全然、うん、全然。ずさんな態度ね。あ、言った。ずさんな対応にですね。そうそう。いや、まあまあまあ。そうだね。ちょっとびっくりした。まあそこの運営さん、まあ、たくさんのさ、人を集めてるの、あれすごいと思うんですよ。あれを運営するのすごい大変だと思うんですよ。いや、ほんと。でもうちらであれやりますもん、逆に。やれると思う。やれんじゃないですかね、普通に。だし、なんか、もっと広がっていきそう。え、まあ、なおちゃんがやったら。え、でもなんか点数つけれんくなってしまう。みんな可愛くなっちゃって。まあ、運営側にもあればいいのか、うん、運営側にも回っちゃわないとやめる。でも来年私ベストシンガーあれなんですよ、審査員なんですよ。おーあれ1月に2月かな、うん、2月3月、いつもなんか寒い、なんか2月、2月でもまだじゃあもう出ないってこと。出ないです。ベストシンガーは別にあれで出なくていいんで。あ、出なくていいやつなの。そう、優勝しても出なきゃいけないというか、なんかダブルで出なきゃいけないのは。そういうことか。そう、ソロクイーンだけで。ベストシンガーは別にいいかなと思ってたんで、うんうんうん、歌は大変。いや私ゆみちさんにこうやって入れますよって賄賂もらったら入れますよ。おいくら、目の前で大会不正してやろうか。おいくらぐらい、なんかゼロ1個多く言われそうやから。まあもう45歳で会社員やったらお金持ってるでしょとか言われそう。そうそう、多分いろいろ安定して持ってんのかなって。私あの金持ってる人好きなんですよね。まあねあと多分なくても出してくれるタイプの人じゃないですか。なんで知ってんの。頑張って出しちゃうタイプの人じゃないですか。もうほんまそう、ポッ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 ポーって出しちゃう。あ、いいよいいよいいよ、あ、ほんとやばって明日から頑張ろうみたいな。で一緒でしょ、だからそこ。あー、私なくなることがあんまりない。あー、なくなる前に稼ぎます、やっぱライブとかに出て、ね、やべえ、まあ、ライブ稼ぐためにライブ出るとちょっとみんな失礼ですけど、うん、まあでもあのリアルな話じゃん、それが、うん、みんなそんなにアホやないと思うんだよね。みんなのでもね、おかげで生活は私は成り立ってるんで、うん、そうだから、でも確かに人に尽くすのが最近さ、なんかいいなって思い始めました。なんかもうね、すぐね人におごっちゃうの、なんか、うん、なんだろう、お金、だからプレゼントあげるとかじゃなくて、なんかその人が困ってたら助けてあげたことによって自分も喜びを感じるようになってきちゃったんですよね、はい、ああもう年ですね。年ですよね。でもその気持ちはあの大事だと思います。いや大事ですよね。まあいいかなと思いつつ、はい、ただ年取ったなと思って。だって若い時ってお金が入れば入るんだけど自分にかけるじゃないですか。そう、人にかける方が楽しいっすね。なんかね、そう、何かが変わっていく。これが母性ですかね。女性はやっぱそれがね。あ、そうなんだ。まあ、子供でも全然いらないですけどね。大きい子供がいっぱいいるんだ。これ前、あ、そういうことか。大きい子供がいっぱい。そういうことか。うん、世話するの大変なんだよ。逆言われてる。確かに逆は逆やな。ウィン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 。そうか。待って、小声すぎるって来て大丈夫？あ、すいません。聞こえてるみんな。声が細くておもろラジオだって面白い。ありがとうございます。コメントも来てますね。あ、そうだ、一問一答のコーナーとかやりたかったけど、あと何分だ。7分。え、嘘。全然無理だね。嘘やん。じゃあ私ちょっと宣伝したいこともあったのにとか言って、一旦宣伝していいっすよ。じゃあとりあえず意味わからんタイミングだけど、一旦宣伝してもらっていいっすか。え、マジっすか。え、マジ忘れちゃうから私。本当ですか、うん、せーの、ドン。もう何この振り。アイドル5年目、はい、ソロ活動を始めてまだ9ヶ月なんですけど、全然違う話します。なんすか急に。え、宣伝だよね。宣伝、はい。あ、いいよいいよ。アイドルもやってるんですけど、今和太鼓も叩いていて。太鼓の達人じゃん。太鼓の達人いた。あのソロクイーンでもよくね、あの審査員の先生に何をしてそんな背中鍛えてるんですよ。確かに言われるんですよ。すごいな、かっけえ、綺麗っすね。これね、和太鼓。あ、そうなの。え、和太鼓歴が30年ぐらいですか。あ、違う。たった1年なんですけど。でも結構やってますね、1年やったら言うと。いや、もうそう、うん、で、そうなんですよ。で、あの和太鼓チームのあの天かけるっていうグループに今いて、なんと私、リーダーやってるんですよ。神社さんで今度10月14日に、10月14日、はい、田無神社さんの例大祭
ってあるんです。レイタイさん、はい、何それ、レイ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 の、はい、お礼の礼、それとも幽霊の礼、お礼の、え、幽霊の霊体の礼、お礼の礼じゃない、いつもの礼、いつもの礼、あ、違う、人間の人間に列、あ、はいはい、まあ、さすが理解、はい、理解、はい、お願いします。で、大きいに祭りです。あそこの、はい、出演されるんですか。で、ちょっと撮ろうって言って、そのメンバーが結構何人か、あ、そう、20人ぐらいいるので、なんか太鼓って聞くと、なんか人によってはさ、え、太鼓みたいな言われる瞬間ちょっとあるじゃないですか。けど、うち高校の時に郷土芸能部っていう部があって、そこが一番人気あったんですよ。で、それ何やるかって言ったら、その太鼓をみんなでバーってやるんですけど、うん、リアルに見るとマジかっこいいですよね。いやー、そう、太鼓だけにしてもめちゃくちゃかっこいいなと思って。あと笛もいるのかな、多分笛どっちかいますよ、笛、笛いますよね、多分すごいかっこいいと思うんで、私も、あの、せっかく見て、そう、かっこいいなと思ったから、かっこいいですよね、続けてるんですけどね。まあ、あの、もしこう、こういう腕になりたい方がいらっしゃったら、あの、ご連絡ください。勧誘の方なんだ。あ、すみません、見てるんじゃなくて、勧誘の方なんだ。まだね、腕がね、そんなね、ないからね。逆にだからあれじゃないですか、始めやすいってことですよね、初心者の方も。そうです、ウェルカムボイス。そうなんです、だから一緒に、一緒にやっていきましょう。あ、じゃあ入会で。はい。男性の方も。すぐ行きます。よろしくお願いします。男性の方も、あの、もうウェルカムです。あ、今女性しかいないですか。いや、男性の方もいらっしゃるんですよ。けど女性の方が多い。多い。あ、じゃあもう。男性の方お持ちしてます。あ、もうちょうどいい、ちょうどいい。ぜひ。ちょうどいいね、2人。すげえ。あと他の普通の、普通のじゃねえ、ごめんなさい。普通じゃないみたいな。普通って何？あー、失礼して。なんだっけ。あの、アイドル活動さん、そう、としての活動のお宣伝は。ね、9月22日。あ、代々木バーバラさんでライブ出演させていただきます。おうおうおう、あの、なんかいつも工藤静香さんの歌ずっと歌わせてもらってたんですけど、はい、最近はちょっといろんなものに手出してて、お、あ、そのソロクイーンでは、あの、安室ちゃんも歌ってますし、この間はちょっとまた別の、あの、方の歌も歌わせてもらったり、オリジナル曲を今作成実施しておりまして、年内にできたらいいかなぐらいのちょっとペースなんですけど、わあの、ちょっとどんどんやっていこうと思ってるんで。オリ曲いいっすよね。いやもうね、ほんとね、何、いい曲いっぱいあるでしょ。いい曲いっぱい作ってもらってます。何の曲カバーさせてもらおうか。え、全然歌っていいですよ、マジで全然いいっすよ。あの、自分の曲のように歌っていいっすよ。私の曲なんで、つって。いや、全然いいっすよ。そういうの私大好きなんで。ほんと、あいつって言えるんで。あいつふざけだろって言えるから。確かに。もうめちゃくちゃ、あの、マジで無許可で勝手に歌っていいっすよ。で、めっちゃちゃんとツイッターで何してんすかって言う。大熱唱して。それ乗せて、さ、突っ込んでもらうと。じゃあ私の曲、あの、ライヤーって曲が多分一番似合うと思います。マジっすか。え、なんで笑ってんの。え、なに、な、な、ライヤーは私が作詞作曲した曲なんですけど、あの、不倫の曲です。結構、あの、不倫の女で、あ、不倫された女で、でも私全部気づいてるけどね、みたいな曲なんで。あ、いい、私全部気づいてるけどっていう曲なんで、ちょっとじゃあそれを、はい、ぜひぜひ、多分合うと思いますよ、マジで。そんな気がする、すっごいそんな気がする、今。もう見えた、なんか不倫されたこともねえのに、結婚もしてるのに、じゃあ書けたんですよ、なんか。すごいね。そう、人の想像で書いたんですけど。じゃあそれを今度歌わせていただきます。あと2分じゃん。ぜひ皆さん。ちょっと待って。あ、ちょ、え、じゃあ一問一答の最後のやつだけ言っていいですか。なんですか。一問一答10。神様に電話をしたら留守番でした。さて、なんと吹き込む。いきますよ。はい。元気ですか。なんでやねん。なんで猪木。猪木だっけ。猪木だっけ。猪木。猪木か。合ってる。まあ、元気かどうかね。はい。確かに元気ないと辛いですもん、ね。元気じゃないと。神様にな。あ、そうです。元気であってほしいですもんね。はい。らしいです。ちょっとじゃあ質問も来てますので、サクッとじゃあ1個だけ読もうかな。ででん、なおさん、ゆみちぃさん、こんばんは。こんばんは。お二人にお願いなのですが、お互いに相手の好き、あ、これ嫌なもん見読んじゃったな。お互いに相手の好きなところを3つ挙げていただいて、最後に相手の目を見ながら熱いメッセージを送ってください。よろしくお願いします。なんでそんなやる気ないの。ゆみちぃさんのいいところ3つ、はい、スタイルがいい、めっちゃ優しいの分かる、あと、伸びしろに期待しましょうかね。うわー、上から目線で言っちゃうから。いや、もう、はい、伸びしろしかないっていうことなのか。いや、もう最高じゃないですか。長生きしなきゃいけないなって感じですよ。そこなの。今一番思ってるのそこ。マジそこっすよね、もう本当に、うん、ちょっと3個言ってもらっていいですか。あと40秒ぐらいなんで。もう、はい、とにかくパワーがある。ありがとうございます。うん、
あともう歌がうまい。ありがとうございます、あとは似てる部分が好き。おいそこ以外も好きであれでも似てるって大事ですからね、やっぱ共通項なんで、はい、そんなコーナーであれですね、でも16秒くらいなんでありがとうございます。終わりましょうか。曲ずっとかけていただいてありがとうございます。そうなの、それで今日は終わろうかなっていう、ありがとうございます。そんな感じで43回目のラジオゲストはゆみちんさんでした。ありがとうございました。